の皆さん、こんにちは、レイです。もくちゃん、始まります。はい、このテンション来た、もうついに来た、ついに無事先週もくちゃん解説して1年を経過したわけなんですけども、今日やる酒ウイスキーはその解説当時に1年前からこれを無事このチャンネル1年間やった後のご褒美としてやろうって決めてたんですよ。だからずっと温めてきたんだよ。まあ1年経過した後にまず最初に1本別の動画挟んじゃったんですけど、本当はこれ最初にやりたかった。でも撮影のスケジュールとかの都合でこれが後になってしまったんだよ。まあでもいいんだ、楽しみが後にあった方が僕頑張れるタイプだから。多分皆さんの思われてる印象と離れてしまうんですけども、僕好きなものを一番最初に食べるタイプだと思われるじゃないですか。ちゃうちゃう、楽しみはあと、うまいものとかは後に残しておくタイプなんですよ。それでお腹いっぱいになっちゃって結局食えないで後悔するタイプ。はい、よくある残念型です、このノリウゼ。ということでね、早速前に行って紹介したいと思います。はい、前置き長くてうざかったけど、早速そのウイスキーを出していこうと思います。せーの、バーン、ボーンは12年。はい、これですよ。ウイスキー好きな方だったらもうこれ見たことあるでしょう。そして一部コアのご視聴者様が狂気の沙汰じゃないぐらい歓喜してると思われるんですけど、レンジとかしんのすけとか弟子とかね、そんなボーマーの商品説明をする前に、まずこちら見られてない方、ラフロイグという動画があるんですけども、まあこれに結構似通ったものになるんで、ぜひ見てもらいたいんですね。そこで今回やるボーマーの話も若干かじってたと思うんで、ぜひ見てください。まあ忘れたけどはい、閉じてスペックこんな感じです。こちらタイプはシングルモルトウイスキーになります。そして定価は4400円なんですけども、実売はそんな高くはないです。3000円台で大体買えるのかなっていう印象が強いですね。それでアルコール度数は 40% のスコッチウイスキーになります。そしてスペック下げた商品説明、こちら1779年といってかなり古いウイスキーなんですよね。かなり古いというか歴史のあるウイスキーですね。ごめん、ちょっと肩痛くなったから下ろすね。ちっちゃなら持てるわ。まずこちら、スコットランドの西部地方にありますアイラっていう島があるんですね。そこの入り江上に入り組んだところに蒸留所があるんですね。まあいわゆる海抜0メートルっていうのがボーマーの売りというか特徴な部分なんですけど、海抜0メートルって何みたいな一般的にただの事故物件じゃみたいなまあそんなところに1779年デビッド・シンプソンっていう方が建てられた蒸留所になるんですけど、今でこそアイラウイスキーはめちゃめちゃ有名になりましたけど、そのアイラのこれ一番最初のご先祖様なんですよ。ご先祖ってホワイトの時にも言ってたよな俺ご先祖様というか一番最初にアイラ島で作られたウイスキーなんですよ。なので今のアイラウイスキーのモデルですよね。今でこそアイラウイスキーはいろいろあるんですけども、その特徴として磯の香りがしてとにかくヘビーピートっていうそんな感じなんですよ。つまり癖がめちゃめちゃあるっていうタイプのウイスキーはまずアイラと覚えておいてください。そして初心者に向いてないのもアイラです、それゆえのね。そしてアイラウイスキーは数多くある中でももう最強ピートタイプと、まあそうじゃないタイプっていうのもあるんですけど、まあそうじゃないやつでもなかなか強いんですけど、ボーマーは上でもない下でもないちょうど中間ぐらいに位置するタイプのものになるんですね。なので弱くもないし強くもないんで、その中でもオールラウンダーなので女性とかでも飲めるんじゃないかなっていうので女王という名が冠されております。アイラの女王ね、これ合ってるかな、間違ってたらコメントちょうだい。これバーでよく聞いた話になるんで調べてないんですよ正直。ちょっと動画やる前にしっかりと下調べしないといけないかなっていう荒さが出ちゃうんで気をつけます。で、先ほどもお話し差し上げたんですけども、海抜0メートルで仕込まれるこの酒どんな味がする、大体想像つきますか。要するに海に浸ってるわけなんですよね。そんな中で長い眠りについて作られたこのボーマーを早速開封していきたいと思います。あ、ちょっと言っときます、これわざわざでけえボトル開けなくてもこのハーフサイズのボトルがあるんで、これ開けさせてください。逃げ恥、これ動画の絵にはなるでしょうそれでは開けていきたいと思います。ようやくたどり着いたぜ、ほんと。よし、開けます。あー、いい音がしたなこれ。注ぎまーす。最高や、定位置につきます。それでは香りからいきたいと思います。もうこれ開封してこれに注いだ時から感じてるんですけど、まず洋土の香りですね、海の香りがブワッときます。やはり開封した瞬間から力強い香りがブワッとくるんですよ。でその後にローストした麦みたいなそんな香りがしてきますね。以上になりますので鼻を近づけます。うん、やっぱもう何百回って飲んできてるけど、この香りに取り憑かれてるんだわ俺。まず最初に悪魔的な香りがします。続いて底なし沼で、ラムネの中のビー玉、それで角に追いやられて爆弾で封鎖されてしまったボンバーマン、深い井戸とか土管に入って救出が必要になってしまった動物って感じでしたね。以上ですいやいやいや嘘で、はい、悪ノリはやめてちゃんとやりますまず真っ先に海の洋土の香りですね。その洋土の後にすんげー強いピートが伴います。これでもかってほどではないんですけども、だいぶ強めのピートですね。ピートの後にチョコレートの香りが結構強いんですよ。それがボーマーの特徴です。でちゃんと嗅いでいくと分かるんですけども、オレンジの香りもしてきます。まあそれで終始ずっと洋土とピートですね、そんな感じの構成になってます。それでは飲んでいきたいと思います。いただきます。
はい、ごちそうさまでした。真っ先に塩、もう海ですよね、ここら辺。とにかく海のような塩っ気がした後にすんげーピートがダーンってきてます。それで次にバニラのような甘さもあるんですよ。それでそのバニラの後に 72% ぐらいの高カカオチョコレート的ビター感、それで最後の余韻はどうしても抜けない磯感、ヨード、まあピートとかですね、そこら辺がぐるぐる巡ります。そんな感じなんで糖質アップします。まず香りから。おー、もうピートって感じ。でも続いてヨードってよりかは柑橘系の匂いが主張しますね。それでヨード、塩の香りがしますね。それでダークチョコレートですね。以上になります。それでは飲んでいきたいと思います。いただきます。ああ、ごちそうさまでした。味はアルコールの刺激はほとんどなくなるんですけども、ちょっとね、渋みが若干出るんですよ。新しい部分としてはナッツ感が出てくるんですけども、それよりも先にまずピートって感じ。それで続いてヨード。で、味ではレモンっぽい感じもしますね。それでその渋みが伴ってるんで、先ほどカカオ 72% のチョコレートって言ったんですけど、もっと強くなりました。86% のカカオ効果ですね。それにレベル上がります。水入れたから薄くなるだろう、大間違いなんですよね。実はこんな面白いことが起こるんですよ。そこら辺の可能性も秘めてるのがウイスキーの楽しいところですね。それでは総評に入りたいと思います。こちらになります。はい、78点でした。78点の理由なんですけども、あえらでもこれは強烈ではないんですよ。先ほど説明したんですけども、ちょうど中間、飲みやすいタイプに実はなるんですよ。実際飲んでみるとビターな感じは強いんですけども、甘さがあったり、ただ苦いだけじゃなくおしゃれな苦さなんですよね。おしゃれな苦さって意味わかんないけど、まあとにかく飲んでみてほしいんですよね、その味わい。まずそれが一つ目ね。それで二つ目なんですけども、まだあえらを飲まれてない初心者の方々、これは手出しちゃいけないんですけども、入るとしたらボーモアからがいいと思います。様々なあえらがあると思うんですけど、これは中でもアイラの一番の歴史があるものですし、お手本の一本だと思ってます。女王ってほどなんで、女性の方でも全然飲めるような内容です。とにかくスコットランド、アイラの歴史に触れられることができるので絶対おすすめですね。それが二つ目なんですけど、三つ目、僕は今回これテイスティングした時はストレートとトワイスアップしかまだやってないんですけども、過去にいろんな飲み方を試してきたわけなんですよ。なのでもううまさは分かってるんですね。ハイボールも合うし、ロックもうまい。だから様々なシーンでいろんな飲み方に合うものなんですよね。これについてのまずい飲み方を見つける方が僕は難しいかなと思います。このアイラに呪われた人はね。なんていうか、これは食べ物の調味料としても使えますし、用途は幅広いんですよね。ただ飲むだけではなく、そういう調味料でも使えます。中でも特に有名なのは、ボーマーを振りかけた牡蠣を食べるみたいな、そんな方法があるんですけど、実際僕も今まで生牡蠣を食う時って、もみじおろしとポン酢っていう組み合わせ以外考えられなかったんですけど、これをかけたら概念が変わりましたね。いや、現地の人は悪魔的うまい食べ方を知ってるわと感動しましたね。そして最後に4つ目、これシングルモルトで12年ものスコットランドのウイスキーで、定価4400円ですが、実売は3000円クラスで買えるっていうところから考えると、めちゃめちゃリーズナブルじゃないですか。噛んだわ。リーズナブルですよね。国産でシングルモルト12年もので3000円で買えるものって何かありますか？一見高そうに思えるんですけども、実際蓋を開けてみるとそんな感じなんですよ。だから絶対にぜひね、飲んでもらいたい一本なんですよ。という評価が全て織り交ざっての78点だったんですね。まあ高得点なわけなんですけども、ひいきしてるわけじゃなくて、マジでうまいだろ。多分これ皆さん納得されてると思います。もちろんボーマーが苦手な方々もいらっしゃると思うんですけども、実際これをね、最初まずいって思われてる方も一通り一周してきて飲んでみてください。味覚がある程度出来上がってるので、多分当初飲まれた時の味とまた違う感覚を受けると思うんですね。また今まで飲んだことのない、感じたことのない、多分衝撃を受けるような、そんなタイプになるので、自分の中でバーンっていうようなものすごい衝撃、物音を立てて、半端じゃないこれっていう発見になるのか、それかビリッっていうような嫌な衝撃が走って、これ俺は向いてないっていうような、そんな衝撃が走るかの2パターンになってくると思います。そんな好き嫌いの分かれやすいアイラなんですけど、嫌いにならないで何度もチャレンジしてもらいたいんですよ。飲めば飲むほど、経験を積めば積むほどハマっていくというか、取り憑かれていくっていうのがアイラの魅力なんで、初動飲んだ強烈がインパクトすぎてちょっと無理だわっていうような概念を持たれてるんであれば、もうそれを取っ払って頑張ってぶち当たってください。何度も何度も戦えば絶対好きになります。ただし注意も必要です。これに取り憑かれてしまうと、おそらく他のウイスキーが物足りなくなってしまう可能性があるので、生涯アイラ強になってしまう可能性さえあります。そんな将来危険意識を持たれてる方は、たしなむぐらいがちょうどいいのかもしれないですね。あと最後に、これだけはやっちゃいけないことを言っておきます。
初めてウイスキーを飲まれる方、またウイスキーに興味があってこれから飲もうかなと考えられている方にこれを紹介したら、まあ爆弾を送ってるみたいなもんになってしまうんで、これはっきり言ってしまいますよ、魚雷です。もう魚雷これだけは悪ノリでも使わないようによろしくお願いいたします。いやー、ボーマーの回楽しかったな。多分だけど俺ボーマー生涯で50本ぐらい消費してると思います。笑い取りに行くとかじゃなくガチで、僕もそんなアイラの魅力に取り憑かれてる民になるんですけども、ぜひ見つけたら一度は飲んでもらいたい一本です。それでは本日はボーマーの紹介になりました。本日も最後まで見てくれてありがとう。このチャンネルが少しでも役に立って面白かったと思っていただけた方、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回もまた見てください。さようなら。アイラの女王ボーマーと結婚するって俺決めたわ。Thank you.